お部屋模様替えしました。女子力が高い感じのお部屋にしてみました。可愛いでしょ。はい、ということで、まあ、そんなことは置いておいて、私が一人で撮っているということは皆さんどういうことかね、分かってると思います。そう、みんな大好きバンビ君にドッキリを仕掛けていこう企画。もうね、最近本当に私やられっぱなしで、バンビ君ちょっと調子乗ってんなって、ちょっとムカつくなって思うんで、そろそろちょっと私も黙ってられないぞと、いつかはね絶対やってみたいって思ってた企画がねあるので、今日はそちらをやっていこうと思います。題して、ユンの肌の色がどん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 黒くなっていったらバンビ君はいつ気づくのか。でね、まあ、この後撮影があるので、今回ねこのためだけのためにこんなものを用意しました。じゃじゃーん。こんな感じでね、暗めのファンデーションをねたくさん買ってきました。ちょっとどれぐらい黒いかってのをねみんなに見せたい。あれやばい、暗いやつ買ってきたつもりが一色目肌に馴染んでるかも。元が黒すぎて、これもねだいぶ黒いんですけど、そしてこれチョコマロクリームがね、これはもう最高に黒いよ。はい、手に塗ってみるとねこんな感じですね。レベル1、そしてこの真ん中の色がレベル2で、これすごいよ。これもう最後の最後にネタバラシ的な感じでどうしてもね気づいてくれなかった時の秘密兵器レベル3を用意しました。はい、まあこんな感じでね、何かしら撮影中に抜け出してどんどん肌を黒くしていきたいと思います。ちょっとこれバンビ君で最後まで気づいてくれなかったら私相方として悲しいよ。ってことで早速やっていこう。はい、どちら様ですか。あ、ユンと申します。こちら小川美くんですか。いや、ちょっと部屋間違えてますね。それそんなドキュー早く開けるなんでそんな早く開けないの。毎回これ楽しみにしてるわけじゃないから、毎度毎度ただでは入れてくれないから。ちょっとさ、絆創膏ある？さっきね、ささくれ剥いちゃって。そう、血出てきちゃった。ある？絆創膏？うん、今だ今だ今だ。うん、いいよ。奇跡的に1枚だけあった。 ありがとう。ユンより女子力高いよ。当たり前じゃん。なんで当たり前なの。元美容系 YouTuber なんだから。何それ、何買ってきたの。ちょっとお腹空いちゃって。これから食うよ。いや、昨日から何もご飯食べてないからさ、お腹が減って減ってしょうがない。もうお腹痛いもんだって。見て、一応バンビ君の分も買ってきた。いやそれ、いらねえわそれ。なんで。め、辛いやつやん。蒙古タンメン納豆入れてたじゃん。うん、これだったら美味しいかなって思って。まあいらないならいいけど。いや、やってみて。罰ゲームやん。お湯入れてくるよ。うん、よし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 。変わんない。白くなったんですけど。まあまあまあ、でもこれで一旦白くしておけば次の色が映えるから、これで、ね、いけます。あんまり変わってないです。親子とつかないんだけど、なぜか。あら、納豆美味しそう。今日寒くない？ちょっと寒い。めっちゃ寒いんだけど。暖房つけるか。なんでだよ。じゃあ、作ってきたから。買ってきたから電気代。これ、これチャラなんだ。なんだそれ。もういいんじゃない。相変わらず黒い。うわ、これ納豆がどこまでやってくれるか。丈夫だ。これが美味しい。ご飯のおかずになりそう。でもこれよりね、こっちのが辛いんだって。え、このカラパラウオってやつ辛いらしい。もはや性癖やん。自分から行くんだそれ、買いに。うわうわ、やばい色。匂いがデスソースみたい。うわ、見て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 。おぉやば。なにこれ、おいしい。うん、うまい、うまい。ちょうどよくなった。飲み物、飲み物買ってくる。買ってくんのあり。うん、
いや、すぐそこだから。変なとこ入った。残念、ここで今からちょっと塗っていきます。変わったんですけど、肉眼では結構わかる。歯が白く見える。やばい。戻りたいと思います。食いしめた？この部屋臭いよ。え？納豆臭い。分かんない。そこにいるからずっと。はい。お、マジ？やるやん。もう汁ごといっちゃったよ俺。汁ごといっちゃった？うん、うますぎて。美味しかった？はい、食べ終わって。遅いよ。ん？なんか入れた？なんか入れたでしょ。ペッテペッテルじゃねえんだよ。カメラ回ってんの？回ってない。ねえ、なんでそんなカメラ。めっちゃ辛いんだけど、なんか何入れた？デスソースやっぱ。いや、こいつ気づかないからマジでやべえやつだなと思って。なんか嫌な辛さがあったのよ。でも全然食べれるわ。結構入れた？結構入れた？結構入れた。俺やべえと思ったの。本当に？辛っ。お腹痛くなってきた。胃が暴れてる。胃が熱い。牛乳ある、牛乳。トイレ作る。いや、片しとくわ。辛っ。辛い。あいつデスソース入れやがった。マジあれやな。てかここで見るとめっちゃ黒い。え、わかるかな。なかなか気づいてもらえないんで。チョコマロクリーム。うわ、黒。もう今も黒いよ、これ。やばい。これは気づく、さすがに。これ気づいてくれなかったらもう嫌いになりそう。綺麗じゃない。めっちゃ黒い。いやいや、やばい。絶対うんこしてたよ。めっちゃ出た。誰だ。下したよ。デスソースのせいじゃん。絶対違う。デスソースだって。そんなすぐ来ない。じゃあすぐ来るんだって言うわ。飲み物閉まっちゃったら、もう大丈夫でしょ。ちょっと暑いな。エアコン消してよ。俺も暑くて。暑いね。取るか。苦しい。ホワイトニングした？わかる？歯白くね？そう、行ってきた。マジ？うん。どう？ユンが行ってるとこはマジ？めちゃくちゃいい。芸能人とかもめっちゃ行ってるらしい。松崎しげるさんとか。あれ、肌が黒いから肌白く見えるんじゃないの？ホワイトニングしてるの。そういうことで行ってるらしい。ちょっと最後にメイク直ししてくるわ。カメラとか準備してくれると。マニアの男全然気づかないんだけど、何がホワイトニングしただよ。気づけよ。私もたっぷり。あ、すごい、すごい。あ、目が開けれない。レンダー、さすがに、さすがに気づいてほしい。歯白っ。うん、歯がめっちゃ白い。じゃあ、戻ります。よし、もう撮れる？すぐ。うん、てか黒い砂漠ってゲーム知ってる？あ、知ってる。最近流行ってるよね。うん、みんなやってない最近。やってるね。じゃあ撮るか。撮ろう。なに？なに？歯磨きした？ホワイトニングした今。今ホワイトニングしてきた？してないよ。ホワイトニングしてきたっしょ。歯白いよ。だって今日歯白いよ。違うじゃん。分かってんでしょ。気づいてんじゃん。歯じゃないだろ。今日歯白い。早く気づいて。
したしだからよく見てよく、ほら肌艶がいいねえもういいもういいもういいてってれードッキリでした。何のドッキリだ、ホワイトニングドッキリでしょ。違う、はい、ユンの肌がどんどん黒くなっていったらバンビ君はいつ気づくのでした。塗った、黒く塗ってんだよなんでわかったんですか。そうそうそう、化粧直ししてくるの前気づいてたけど、うん、言わなかった。なんでちょっと泳がせてた。なんで、はい、ということでね、マンバと、やられましたね。やられたと言っていいんですかね、これは。ということで、まあ、ゆんちゃん、やっぱ黒い方が似合うんじゃないと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。バンビ、まだまだゆんちゃん愛足りないんじゃないのと思った方も、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで、また会いましょう。またな。白すごいよ、カメラ越しだとマジ歯がやばい、マジでインプラントの輝きで。